はい。では、掃除な図形と面積の比をやっていきたいと思います。えまずですね、三角形 ABC と三角形 DF が掃除ですよと。んで、AB と DE が3対4ですよと。この AB と DE っていうのは、まあ、ここ見たらわかるんですけど、対応した変なんですよね。AB と DE。まあ、ここが3対4ということは、まあ、掃除比が3対4ということです。いいですね。 で、じゃあ、この二つの三角形の面積の比はっていうと、はい。まあ、これは覚えておいてくださいね。掃除費あ、面積の比っていうのは、えー、掃除比の二乗なんですよ。うん。なんで、今回掃除比三対四なんですよね。うん。ってことは、面積の比は、三の二乗対、四の二乗になります。ね。えー、これ簡単なんで覚えておいてください。よって、 9対16。まあ、これは答えですね。はい。では、三角形 ABC が18平方センチのときね、DEF はどうなるかっていうことなんですけども、これも比例あったらいいんですよね。9対16ですから。うん。9対16は、18対、この DEF を X としましょう。ね。これ解けばいいだけですね。うん。 で、こういう日のね、解き方ね、ま、いろいろあるんですけれども、まあ、一番有名なのは内側かけたものと外側かけたもの等しいね。今日二通りちょっと説明してみたいと思います。で、外側かけたら、9x。で、内側かけたらっていう感じなんですけど、まあ、かけても別にいいんですけれども、どうせ約分していくと思うので、こうしとくといいですね。あえてかけない。ね、16×18 だけにしとく。はい。で、これね、両辺9で割りますよね。 うん、で9分の 16×18 ってなるはずです。でここでね、えー、かけなかったんが得する理由が出てくるんですね。うん、9と18これ約分できますよね。ね、こんな感じで x は 16×2 だから32ってなるわけ。なので、三角形 def の面積は、まあ、32平方センチってことですよね。 はい。ちなみにこれね、こういううに出すこともできます。まあ、内側と外側かけて等しいっていうところから、まあ、解いていくこともできるんですけども、単純に前見てもらってね、小学校みんなこう解いてたと思うんですよ。9で18。これ、前が2倍されてますよね。なので、後ろも2倍。ということで32。ね、結構ね、こうやって解けること多いんでね、2倍だから2倍で出すっていうね、これも覚えておいてください。 はい。爆弾2つ言ってる問題ね。まあ、これ結構ね、出るんでね。えー、これがついてますけどね。えー、頑張っていってみましょう。はい。今ですね、BC これ3等分しています。うん。で、これ平行四辺形ですよ、と。はい。で、三角形 PEC の面積が、えー、これ16平方ってことですね。うん。としたとき、まあ、ABCD の面積どうなりますかってことなんですよね。うん。 さあ、まずね、これパッと気づかなあかんところなんですけども、えっと、この APD とですね、PC かな。これ掃除なんですよね。だって平行四辺形なので、錯覚等しい。錯覚等しい。ということでね、2組の角それぞれ等しいんで、これ掃除です。はい。で、その掃除比は、ここね、えここ20としたら、ここ30ですよね。 三等分してるわけだから、ね。三丸だから、ここ三丸。掃除比2対3なんですよ。はい。掃除比が2対3っていうことは、面積比は、これ、2の2乗対3の2乗やから、4対9なんですよね。うん。いいかな。こことこの面積4対9。はい。じゃあ、三角形 APD の面積、ね。こうやって出せるはずです。こう、掃除比4、あ、めちゃめちゃ、面積比4対9で、 うん。で、ここは16で、で三角形 APD ね。ベスト。えこういう感じですよね。4対9は16平方対三角形 APD の面積。はい。で、これ、ね、内側と外側かけるって考えるよりも、こう行きましょう。前が4倍されてますよね。従って、これ4倍して、APD の面積ね。大丈夫ね。36平方ですよね。はい。なので、ここに36って書いておきます。 はい。ちょっとやっ,てやっていけばね、まあ簡単にこう出せるんですよね。で次ね、この、えー、PCD 出してみたいと思います、えー。これはね、こうやります。はい、ここ見てね。ここ掃除比2対3だったら、うん。まあ、ここも2対3ですよね。変の比ですよ。2対3の変の比になるはずです。大丈夫ね。ちなみにここも2対3だからね。 はい。そしたら、今度は三角形 PEC と三角形 PCD 見てください。この二つの三角形ね。いいこれね、頂点が C で一緒なんですよ。ここを底辺と考えてみて。2に対して高頂点ここ。ここに対して、3に対してここね。えー、頂点一緒ってことは、高さがこれ一緒なんですね。この二つの三角形ね。違うのは底辺です。こっちが2でこっちが3。底辺の比が2対3なんです。はい。頂点が、 同じときはね、この底辺の比が、この面積の比になります。だから、ここ2対3だったら、ここの面積とこの面積の比も2対3なんですね。はい。そしたら、ここでそうですよね。え2対3は、16対、えー、まあ、PCD ね。うん。こんな感じかな。うん。2対3は16平方対 PCD ね。 はい、これもさっきのやり方ね。前が8倍されてるから、後ろも8倍して、これ24ですよね。24平方と出てきます。はい。あと、この白い、ここ出せば勝ちですけどね。え、A と E 結んでください。補助線でね、スパッて引っ張ってください。はい。そしたら、分かっちゃうと思いますね。もうね、え、分かりますよね。こことここも2対3だったよね。掃除費全部2対3なんでね。じゃあ、さっきと一緒ですよね。 2対3は16対三角形 AEP。こうやっていくとね、同じ2対3だったわけでね。2対3イコール16対一緒なんでね。つまり、ここもやっぱ24になるんですよ。いいですね。さあ、最後は ABE 出たら勝ちです。終わりです。はい。これはね、三角形 AEC と比べてみようね。ここ2だからここ1丸だったよね。いい ?2 つの三角形ね。頂点一緒なんですよ。A ですよね。 底辺が1でこっちが2倍長いということなんで、面積比これね、1対2ですよね。ABE と AEC の面積比ね、1対2。えー、こうかな。1対2は三角形 ABE、対、24と16足してこれね、40ですよね。うん。まあ、こうなるわけですよ。わかるね。面積比1対2。 ここ、三角形 AB 対40平方と。はい。これもね、え、後ろ同士見て、20倍されてますよね、これね。だから、120倍したら AB 出ますから、AB20 ですね。うん。いいね。ここ20。はい。ということで、三角、えー、平行四辺形 ABCD は全部足せばいいってことですよね。うん。まあ、こんな感じで。全部足せば、ま、出てきますよ、ということで。ちょっと計算しようかな。 60、40だから、120ですね。はい、答えは120平方センチってなります。いいでしょうか。そしたら一旦ね、えー、ビデオを止めてもらってね、エクササイズ B を捉えてみてください。はい、エクササイズ B やっていきましょう。はい。まず掃除機なんですけども、ここでね、対応してますからね。うん。12対8。これ簡単にしたら4で割れますからね。3対2ですよね。 はい。じゃあ面積比はっていうと掃除比の2乗なんで、まあ3の2乗対2の2乗をよって9対4ってことですよね。うん。じゃあこっちは108平方やったら、こっちの面積はっていう話なんでね。まあ9対4は108対、まあこう X 平方にしようかな。ね。こんな感じですね。でまあ、内側と外側かけてやってくれてね。まあ全然いいんですけれども。 それでいこうかな。はい。えー、9x は10、108×4 ね。うん。ただ、あえてね、僕はかけません。そして9で割れるんでね。両辺9で割って、こうしちゃいましょう。はい。で、これ約分できますから、48ですね。12×4 でね。48平方センチってなります。OK、はい。で、2番目いきます。はい。AD を2対1に分けてますよ。ということで、もう、引き換えとこうね。 はい。で、これは平行四辺形ですから BC は20と10足して30ですよね。はい。ここから始めていきましょう。はい。三角形 DEF と BCF のね、えー、面積の比がせってことですね。はいはいはい。えーと、こっちから見ていくんでね。相似比が1対3なんで、面積比は1の2乗対3の2乗ですよね。だから、1対9です。うん。はい。 で次は三角形 DEF と DFC って言ってますね。はい。これは相似使いますね。ここが1対3だから、そうここも1対3ですよね。だってね、わか,かるよね。相似なんでね。えー、対錯角等しい、錯角等しい。二組の角それぞれ等しいから相似です。1対3やったら、ここも1対3ですよね。はい。で、DEF と、えー、DFC なんだけれども、 これは頂点一緒なんでね、底辺の比がね、面積比ですよね。だから1対3です。はい。では、よく出てくる問題ね。えー、DEF と全体の面積の比なんですけども、これね、1番でね、DF1 って書いてましたよね。1対9だったと。ここを1としちゃいましょう。面積を無理やり1と置りちゃいましょう。はい、そうすると、BCF はね、もうここ出てます。9ですよね。9って書いておこう。はい。で、DFC もね、 DEF を1としたときに、ここ3って書いてあるからね。DFC は3と考えれるはずです。はい。こんな感じでね、ここ1としたら、ここは9で、ここは3って分かってきたと。はい。で、次、引くべきほど線が分かるかな ?EB ですよ、e。EB にビャーっと引っ張ってもらうと。はい。そうすると、ここもね、もちろん1対3だからね。そう、ぜひ。ね。だから、面積ここ1だったら、この面積も3だよね。 はい。こう出てきます。大丈夫ね。はい。最後は、この ABE がしに行くんですけれども、ここがね、2でここ1なんですよね。ってことは、この三角形とこの三角形の、これ面積比分かるかな頂点 B で一緒なんで、底辺の比が面積比です。ここの面積2としたら、この面積は1ってことね。1と3足して、これちょっと4に与えます。はい。えー、もうこれ分かれますよね。えー 4で、もう2対1なんかなんで、も倍の面積なんですよね、こっちはね、ここのね。4に倍して、ここ8のはずです。はい。なので、へえー、三角形 DF はこれ1に対してですね、この平行四辺形の方はもう8と3と1と3と9を足すと。まあ、こうなるわけですよね。うん。8足す3足す1足す3足す9と。 というこ度なんで、えー、111215241対24ですね、うん。が答えとなります。はい、以上になります。